今日は家族4人でサクッと松屋で夕飯を済ませてきた藤間です。今日もビットコイン、イーサリアム、リップル、ビットコインキャッシュ、ネム、IOSC のチャート分析をしていきたいと思います。このチャンネルでは仮想通貨や株のチャート分析を毎日配信してますので、投資に興味がある人やお金持ちになりたい人はぜひチャンネル登録をしてみてください。はい、なんか松屋ってね、僕ね、一人暮らしの時以来行ってなかったんですけど、なんか家族で今持ち帰りできるっていうね、サービスがあってね、コロナあってからかもしれませんけど、それやったらすごい早くてさ、もう、牛丼4食とかがもう出来上がってる状態で、店に入るわけ。で、もうすぐお金払って帰れる。車に乗ってそのまま帰れる。で、安いし、早いし、なんか牛丼やって家族で使うっていう、こういう使い方もいいなっていうふうに思った次第です。はい、っていう余談はそれぐらいにして、仮想通貨市場ですけどもね、リップルを中心に結構、強く上げてましたね。特にリップル結構ガンガンね上がってきていて、調子良さげですので、まあその辺について話していきたいなと思います。今日も仮想通貨ニュース読み上げてから、6つの仮想通貨のチャート分析いきたいと思います。今日のニュースはコインポストの記事ですね。国内大手の取引所のザイフが、仮想通貨ネムの新通貨のシンボルジムトークンの付与を決定しましたということで、ザイフが5月10日から順次、シンボルトークンを配布することにしましたということですね。まあ、ザイフといえばね、ネムの差し値取引ができる日本国内の、唯一の取引所だと思いますがまあそこで、シンボルの、トークンも決定したということです。で、ザイフが決定したってこと自体はまあ割と僕はどうでもいいと思ってるんだけど、おそらく日本国内の他の取引所もね、上場すると思います。っていうのもこれの日本でできるかどうかのポイントって、結局ジムが日本市場に上場するっていうことが、金融庁が承認するかどうかっていうところになりますので、財布で取り扱いができるのであれば、多分他の、コインチェックとかね、GMO とか、まあ、他の取引所でも多分取り扱いできるということだと思いますので、多分おそらくね、他の取引所も、遅れて、対応を表明するんじゃないかなというふうに思います。ということで、日本でね、スナップショット皆さんは、まあ、お待ちかねだったと思いますが、ようやくね、日本の取引所でもジムが、付与されることになりましたということで、結構ね、資産ね、増える人も多いと思います。僕もね、まあ、ネムそこそこ持ってたんで、バイナンスでスナップショットしたんですけど、ジムが付与されたとき、なんかバグったのかと思ったぐらい資産増えててびっくりしましたもんねうん、そかそっか、まあよかったですね。とりあえずね、日本もね。はい、ということで今日の記事はプラスマイナス10で、プラス3ぐらいなんだけど、でも日本で、他の取引所も多分きっと、シンボルね、付与されると思いますので、それ含めたらまあ、プラス5ぐらいにしたなと思います。じゃあビットコインからチャート分析いきたいと思います。ビットコインが594万円ぐらいを推移してますね。まあ、昨日からあまり大きな値動きはないです。冷やしだこんな感じです。まあ、そう、で、横横で、している感じなんで、まあ、そうだね。まあ、とりあえず多分ここからまだ上昇はしていくと思います。その目線は変わりないですね。基本的には、まあ、上昇トレンド中の、まあ、押し目の後の上昇なんで、多分今からまだまだ上昇してくると思っていて、言ってる通り800万ぐらいまで、上がってくるんじゃないかなと思ってます。この辺ぐらいまでね。でこんな感じで平行チャンネルを描いてるんじゃないかなと思ってますので、まあ、今ロングしていて、含み益少しずつまあ増えてはいってますが、今ちょっとね、まあ、今こうやって横になってみると、
まあ、四時間足でちょっと左右対称みたいな形になってるんですよね。こんな感じで。こういう、そこを二つ作ってるんだけど、まあ、ちょっと手が長い感じ。だから、この辺の610万ぐらいを超えてきたら勢いよく飛んでくるんじゃないかなと、思っています。800万ぐらいをめがけて飛んでくるとは思ってますが、このレンジ帯ね、600万前後ぐらいのレンジ帯は、まあ、ちょっと、上に抜けられないんじゃないかなと思ってます。はい、そんな感じですね。ただまあ上目線ですね。ビットコインは、FX もロングした方がいいし、現物ももう買っていった方がいいとは僕は思ってます。はい、じゃあ次イーサリアムです。イーサリアムは、30万3000円ぐらいを推移してますね。まあ昨日からはあんまり値動きはないですね。横横しちゃってる感じです。ビットバンクの4時間足ではこんな感じ。まあ、じわじわと上がってきてる感じね。移動平均線も、まあ、下にこう、支えられていて、まあ、じわじわと上がってきてる感じ。日足で見てみたら、まあ、高値切り上げのね、連続要請ですね。で、このままとりあえず、昨日も言った通り、38万ぐらいは上がってくるんじゃないか。38万から32万円ぐらいまでは、上がってくるんじゃないかなと、僕は思っています。まあ、今期はねフィボナッチエクステンションの、まあ、引き方なんですけど、まあ、1が32で、1.618 が38ぐらいなんで、まあ、それぐらいまでは飛んでくるかなという感じで思ってます。基本的にはまあ平行チャンネルをさらに上に抜けたっていう感じなんで、かなり強い上昇波ということなので、このままね、陽線が連続してくるだろうなと思ってます。まあ、こういうね平行チャンネルの、さらに上抜けなんでね、なんでまあ40万近くぐらいまで飛ぶ可能性は高いかなと思ってますので、私も昨日から、FX はバイビットでロングしてるという状態です。はい、以上です。じゃあビットコインじゃなくて、リップル行きましょう。リップル今日めちゃくちゃ上がりましたね。リップル FX でロングしてきましたが、今日ね大陽線出ました。これ日足のビットバンクのチャートなんですけど、ま、昨日まだちょっと横横3日間してたんだけど、今日大陽線出て、一時期176円ぐらいまで飛んだのかな、って感じで、割と大陽線ですね。で、僕は基本的にこのここを超えるような上昇波が今から続くっていう風に考えていて、まあ、長期的に上昇のトレンドにあって、この間まで、先週まで押し目作ってきて、また再度上昇に、転じているという考え方をしているので、フィボナッチエクステンションをね、ここからこういう風に引いてみますと、1が259円。で、1.618 が360円ぐらいなので、259円から360円ぐらい。それぐらいまで飛んできてもおかしくないかなと思ってます。360円か。もういよいよほんとね、使用最高値が、まあ、2018年の1月の400円なんだけど、まあ、そこがね、今この辺なんですよね。もうそこも見えてきたっていう感じで、ちょっと僕をね、2016年からエリプル買ってるから、なんか2回目、このね、爆上げのリップルのチャートを見るの2回目なんで感慨深いなと、もうあれから4年近く経ったのかなというふうに思って見てるんですけど、使用最高値の400円までね行くんじゃないかなと思います。このまままだ今2021年の4月で、まあ、これだけ強い上昇波があってビットコインが使用最高値更新、イーサリアムも更新、まあ、他のアルトコインもね結構更新してる中で、時価総額はやっぱ10位以内のねリップルがね使用されたかな超えないと思えないんですよね。って考えたらやっぱり使用されたかなの400円はいくんじゃないかなと思うので、まあ現実的にね600円800円、そして1000円とかっていうのも全然あり得るんじゃないかなと僕は思ってます。ので基本的には僕はまあ400円とかでも売るつもりなくて、リップルのね、史上最高値更新してもそのまま持ち続けて、仮想通貨バブルの終わりまでね、持っていこうかなと。というふうに思っています。
はい、リップルはそんな感じです。じゃあ次ビットコインキャッシュいきましょう。ビットコインキャッシュが結構ね、割と他のコインよりも強めに上昇してきているんですよね。今10万ちょっとぐらいかな、922ドルなので、10万円ちょっとぐらいを推移してるんですけど、日足でこんな感じです。結構ね、爆上げがあってね、13万ぐらいまで上げた後、一気に7万ぐらいまで落ちました。で、そこから反発強くて、今10万ぐらいって感じなんですけど、結構ね、反発強いですよね。陽線がまあ連続で出てて、ここで、しっかりこの、移動平均差支えられて、上がってきているので、高値更新するんじゃないかなと思ってます。でフィボナッチエクステンションをちょっと久しぶりにね、ビットコインキャッシュも、繋いでみると、結構飛びそうだね。1が1470ドル、16万ぐらい。1.618 が1949ドルなんで、21万円ぐらいですね。だからいよいよ10万円台後半から20万ぐらいまで、ターゲットとして入ってきてるんじゃないかなと思います。ビットコインキャッシュもね。で、週足で見ても、まあこうやってね、安値切り上げなんで、だんだんこう陽線とかでかくなってきて、20万円、30万円いくと思うんですよね。多分こいつもね。って考えたら、まあ今、まあガチ押しといてね、数ヶ月放置とけば、結構爆撃取れるんじゃないかなと、思っています。そんな感じですね。はい、ビットコインキャッシュは以上です。じゃあ次が、ネムですね。ネムあんまり値動きないのでサクッといきますが、0.34 ドルなので37円ぐらいですね。でこんな感じで、まあ上のねボックスレンジには戻りました。33円か45円ので、こっからちょっとまだ軟調な相場だとは思うけど、そのうちこの45円のこのレンジの中を上を超えてきたら、そっから強い上昇来るかなと思ってます。まだちょっと時間かかるかもしれない。もしかしたらこういう三尊みたいな形になるかもしれない。もう一回45円まで上がるんだけど、もう一回33円まで下げて、こういうなんかね、三尊みたいになってからの上昇、夏ぐらいにやっと上昇みたいになってくる可能性はあるかなと思います。まあ、ネームちょっとしばらくチャート分析お休みしてもいいかもしれないですね。なんかあんまり大きな動きなさそうなんだよ。ただまあ仮想通貨バブルもね、今からまだまだ続くと思いますので、今より安い価格のまま推移するとは思えないので、まあ別に売らないで持っておけばいいんじゃないかなと僕は思ってます。はい、じゃあ次 IOST 行きましょう。 IOST こんな感じですね。あんまり値動きないです。こういう三角持ち合いだったんだけど、まあ上の線は消しました。もうね、こういうね上昇トレンド一旦割ったけど、ここにやっぱ支えられてきてる感じなんで、このまま、まあ地上げしていくんじゃないかなと、思います。うん、あんまり言うことないですね。で、使用された金の14円更新するっていう目線も変わりないです。はい。というわけで今日はね、ちょっと松屋の牛丼でお腹いっぱいになって喋りにくい中、ちょっと、今日も仮想通貨、6つの、チャート分析してみました。だんだんちょっとね、車でやるのもね、暑くなってきて結構汗かくようになりましたね。エアコンつけてやった方がいいかもしれないです。はい、ゴールデンウィーク入った方も多いと思いますが、海外ではゴールデンウィークとか関係ないので、いつも通り平日ですのでね、海外は。相場は普通に動くというふうに考えながら、まあ、ただ、まあ、我々もね、休むときは休むということで、ゴールデンウィーク、皆さん、楽しみましょう。はい、今日の動画が役に立ったという方は、ぜひチャンネル登録と動画のグッドボタンお願いします。そして動画の説明欄に僕がおすすめしている仮想通貨取引所を紹介しております。日本の取引所であれば、コインチェックとビットフライヤーとビットバンクがおすすめです。そして日本の取引所にはない、
コイン買ってみたいという方は、海外の、バイナンスが、超おすすめです。そして FX も挑戦してみたいという方は、バイビットと FTX とオーバービットがおすすめなので、ぜひ登録をしてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。藤原でした。また明日。この動画の説明欄またはこちらの QR コードにある私の LINE 公式アカウントでは、株や仮想通貨、そしてお金に関するお得な情報を見つけたら配信しておりますので、ぜひ友達申請をしてみてください。そして、Twitter や Instagram についても、やっておりますので、この説明欄のリンクからフォローしてみてください。チャンネル登録はこちらから、そしておすすめ動画はこちらです。最後までご視聴ありがとうございました。藤原でした。